私は子どもの頃から空想の世界にとらわれいつも現実をおろそかにしていました漫画やゲーム小説映画は暮らしの中心に据え夜中3時4時果ては徹夜で楽しみそのまま学校行っては授業は全て寝るというろくでもない毎日を送っていましたそれでも大丈夫だったのは高校まででした遠くの大学に入り1人暮らしを始めるとおかしくなりました 課題が多くなればなるほど漫画やゲームの世界に逃げ食事や睡眠もろくにとらず風呂も入らずぶっ通してやり続けてしまい出席日数が足りなくなって留年しました2度目の1年生の時反省したつもりでしたがなかなか逃げ癖が治らずまたしても留年が決定し今度3度目の1年生になります 空想の世界に助けられることもありますが、もはや私には毒になっているような気がします。他に生きがいがないので、それらを頼りにしていましたが、私は一切のゲームや漫画、ネット、小説などを捨て去った方がいいのでしょうか そこまでね依存してるものを自分で捨てることってできるのかなって疑問に思うんですけどねアニメやゲームなど空想の世界はまあアヘンですよっていうのはもう何年も前から僕言ってることなんであの岡田斗司をアヘンで YouTube 検索したら出てくると思いますでゲームとかアニメにハマるのってアヘンであり薬物中毒と同じ依存症というのは、まあ、WHO もですね最近あの認めてることなんでですね依存症かどうかなんですよ問題は。 で依存症かどうかを判断する基準っていうのは普通の社会生活日常生活に問題があるかどうかなんですよね。でこの場合ですね1年生を2回やってでもう一度留年が決定したっていうのは。 これはね、日常生活が遅れなくなったというふうに判断してもいいと思います。だから、僕は、あの、普段だったらですね、いや、そのままでいいよとか、いろいろ言うんですけども、これ、あの、一回、専門のカウンセラーが病院に通うのが一番いいと思います。本当に、普通の答えですいません。でも、これって、ここで一回、普通のカウンセラーなり病院に行っとかないと、ちょっとね、後々、もっとしんどくなると思うので、行ってみてください。で、それでもね、これはダメだと思ったら、もう一回、あの、連絡ください。 中学三年生、男。勉強は得意。論理的に整理するのが苦手です。バカは自分のことを過信し、賢い人は慎重になるとよく聞きます。僕もそうだと考えています。バカは自分のことをバカだと思わないが、賢い人は自分を賢いと思わない。あるいは、周りも等しく賢いと考えているとも言えます。しかし、この理論では、自分がバカなのか賢いのか判断がつきません。 僕は知能的に自分をバカだとは思いませんが上には上がいると思っています。この文の前半を読みを取ると僕はバカだということになりますし後半を読み取ると賢いということになると思います。そもそもこんなことも整理できてないのはバカだからかもしれません。岡田さんはどう思われますか またこのような問題について整理する考え方を伺いたいです。答えはま単純でですね、不価値。それはもうわかるはずがないようなんですよ。で、頭が中途半端にいい人の欠点はわからないという状態に我慢できないことなんですよ。この普通の人はですね、まずわからないことがあまりに当たり前だから深く考えないんですよね。これをですね、あえて言うのならばバカの思考方行としましょう。そうするとちょっと賢い人間というのは。 わからないことがあると、それを忘れる、逃げることができないから、わからないことを考えちゃうんですね。で、わからないことを考えちゃうのがですね、ちょっと賢い人間のやり方です。ところがですね、どんなに考えても、まあほとんどの問題というのは不価値なんですね。わかることができない、理解することができないのが当たり前なのでですね。 ここからですね、視力ではなくて、精神力の問題になっちゃうんですね。で、わからないという状態にどれだけ我慢できるかなんですよ。例えば、その、あの子の気持ちがわからないっていう風なことを知ろうとするとか、確かめようとするんではなくて、耐えることができるのかとかですね。僕は本当は賢いのか、それともバカなのかという問題をどれぐらい宙ぶらりに置いとくことができるか、どれぐらいその問題に関して。 考え続けながら答えが出ることは諦めることができるのかそれのまあ年数の問題だと思うんですね。でこのスタイルわ、えー、からないという状態に我慢するというスタイルを何年も続けてると結構ね訓練になるんですよね。で世の中にね出てる思考法とか頭が良くする方法みたいな。 まあ本とかメソッドってあるじゃないですか。で、あれって大体瞬発力の脳みそ筋肉、脳みその筋肉の中でもですね、戦、え、闘、ー、思考力に近い素早く判断して素早く解決を見つけるというここばっかり訓練しちゃうんですね。で、もう一つですね、脳には持久筋とも言うべきですね。長期間鍛えて粘り強く 答えを出すことを諦めないんだけども答えが出なくても我慢する能力というのを鍛えるこれねなかなかのこの持久力をつける訓練でないのでですね、えー、斉藤さんの場合は「えー、賢いか馬鹿か僕にはまだ分かんない」っていうふうにですねずっとこう考えてるのがちょうどいいと思います。私は田舎に住む29歳。公務員です。 結婚の予定もありません子どもの頃より作家としてデビューすることを夢見ていましたこれまで空いた時間に執筆をしながら公務員として生活をしていましたが体力的にも時間的にも最近限界を感じてしまいますそこで一度仕事を辞めこれまでの貯金を崩しながらアルバイトをし執筆に専念したいと親に相談したところ猛反対最後には「 ただでさえ親私のおじいちゃんが入院するという時に私のことも考えなさいよと母から言われてしまいました親に心労をかける悪者扱いのような言われようやおじいちゃんを引き合いに出して私の行動を責めるような扱いは少し疑問を感じてしまいます親の気持ちは分かりますが自分の年齢を考えれば自分で選択していいように思います岡田さんの考えをお聞かせ願えれば幸いですまあ僕は個人的に考えるにはですねその公務員の仕事を手放すという選択は 愚かだと思うけども人間は愚かになりたい時があるし愚かな選択をしないと行動できない時もあるからという本音もあるよね20代なんだから愚かな行動しとけよというのもあるんだけども作家として デビューすることを夢見て退路を断つために仕事を辞めるんだったら別に一人で決めりゃいいんだけどもこれに親の了解を取らなきゃいけないっていうところが別にそんなもん相談しなくてもいいはずなのに。 なんんで相談しちゃううだろうと「親に相談しましたこんなこと言われました」って書いてるんだけどさ「こんなこと言われるのはお前が親に相談するからじゃん」って俺なんか思うんだよ親に相談するお前がバカだよ」と「29」で「何親に相談してんだよバカ」っていうのが僕の結論なんだけどももしなんかその親に相談しないと進まないというような状況なんだったら理性的な判断としては公務員や別に小説書いたらとだって小説家になったら公務員やりながら小説書く 程度のプレッシャーというか忙しさなんてあんなのがつしんどいって言ってた俺はなんでバカだったんだっていうぐらい小説家になったらもっとしんどいからだから「デビューを夢見てる」って書いてるんだけどさデビューなんてもうなんかファーストストテップでしかないよ。何がしんどいかって言ったらずっと書いてずっと面白いもん書いてずっと売れるもん書いてのプレッシャーの方がずっときついんだから公務員辞めない方がいいに決まってるし公務員であることを売りにしてる 兼業小説家の方が絶対取材も来るっていうのはもんだろうもんね、まあ、だからあの僕の結論からしたら今の場所から逃げたいんだったらそれは親から独立することだし親と相談せずに「最初にやることは一人暮らししろよですよ」「書いてないけども一人暮らししてねえだろお前は」<laughs>「一人暮らしして公務員やりながら小説書けよ」っていうのが僕のアドバイスです。 岡田先生、こんにちは。早速ですが、私はブサイクです。仕事も人間関係も、ある程度うまくやれていると感じてますが、恋人ができません。私の求める男性は、私と同じスペックの人です。つまり、顔や外見は清潔感があれば、何でもいい。でも、収入やコミュニケーション能力、気遣い、家事などの内面は、私と同じくらいであってほしいのです。 しかし、男性は、顔が良くないと興味すら持ってくれないような気がします。私はどうすれば彼氏ができるのでしょうか?」収入やコミュニケーション能力、気遣い、家事を 内内内面面面いいいう風に言ってるけど、それじじゃゃななでですす。よね。全く内面じゃないですだって収入は社会的なポジションということだしコミュニケーション能力とか家事はまあ本当に長所ですよね能力だし長所ですよ。で気遣いは普通の男性にはあまりない特殊能力なのであなたが言ってるのはですね顔以外はハイスペックな男が欲しいっていうふうに 言ってるのと同じだと思うんですけどね。で、それを望むのは悪いことじゃないんですよ。ただ、自分は顔とか外見はどうでもいいと言ってるというふうなことで、普通の男を求めてるというような言い方、考え方はやめてほしいですね。皆さんが求めているのはですね。収入、コミュニケーション能力、気遣い、家事っていうのに対して。 もう普通の男性がなかなか手が届かないものを全て揃えた状態を望んでるので、まあ、割とあのハイスペ男性の狙いいだと思います。で顔が良くないと興味を持ってもらえないと美畑さんが思うのはやっぱり自分自身がそのだと思うんですよね。だから美畑さんが普段無視しているさっき言った4つの能力のうちですね 一つか二つ持ってる程度の男の人に自分のスペックですねつまり顔や外見は清潔感がある程度で収入やコミュニケーション能力気遣い家事ができますよというのをアピールすれば向こうは喜ぶんじゃないかなとさっき言った一つか二つしかハイスペックがないな男性ってやっぱり女性からあんま相手にされないのでですねそっちの方でですねなんか男を喜ばせるというかです、ね、気があるふりをすれば優しくすればですねいいんじゃないかなというふうに思います。